大阪放送、大阪放送株式会社。大阪放送は、近畿広域圏を放送対象地域として、中波放送、AM 放送をする特定地上機関放送事業者である。愛称は、ラジオ大阪、略称はアブック、OBC で、ラジオ欄などでは、こちらが主に使われている。開局当初より、富士山系グループ各社と深い関係にあったものの、 長らく、富士山系グループには入らず、前田系企業として存続していた。久吉の息子で、同社元社長、前田富美代が、同社の他に、FM 大阪の株式20%を保有しており、マスメディア集中排除原則に抵触していたことが、総務省による放送事業者への出資状況に関する点検下により、判明。 アブック株式を産業経済新聞社へ売却したことから2005年1月26日付で正式に産経新聞グループ及び富士産経グループに加盟することとなった。なお、同社は産業経済新聞社の子会社であり、経営支配面が異なることや、放送を持ち株会社が参加に収められる放送局数の規制もあり、富士産経グループの統括会社であり、 認定放送持ち株会社である富士メディアホールディングスの参加とはなっていない。2005年4月1日付の産経新聞大阪本社番長官からアブックのラジオ欄は網掛けのスクリーントーン、灰色がかけられた大阪府、京都府や真白地区、兵庫県阪神地区、奈良県北部のみ。これは産経の東京本社番でいう富士テレビの番組欄に 黄色のスクリーントーンをかけているのと、日本放送の番組欄が、ゴシック体で表記されているのと同じく、富士山系グループの企業、京新聞グループであることを表している。2005年10月から、アブックの従来のロゴマーク、1983年から、使用に産経新聞社の子会社になったのに伴い、富士山系グループの統一シンボルマークである、目玉マークが、 新たに着くようになった、ラジオ大阪と、アブックのロゴはそのまま残している。開局当初から1993年3月28日までは、大阪市北区梅田2丁目の桜橋西交差点、通称桜橋に位置していた、大阪産経ビル、産経新聞大阪本社旧社屋内。現在のブリーゼタワーが建っている場所に本社を置き、 同所と本社近くの阪神百貨店一階北側のサテライトスタジオから番組を放送していた。それゆえに多くのタレントは桜橋のアブックと呼び親しんだ。1993年3月29日から現在の大阪市港区弁天一丁目の弁天町駅前の多く多く200ビルに移転し、エームステレオ放送を開始した。アブックの AM ステレオ放送開始は、ライバル局の朝日放送ラジオや、MBS ラジオよりも1年遅れであったが、2010年に、ハイリ MBS ラジオと朝日放送ラジオが、相次いで、AM ステレオ放送を終了したことから、アブックは、在販 AM で、唯一のステレオ放送実施局となった。1961年に、日本で、初めて放送局のイメージソングである。 アブックソング、正式名称、ラジオ大阪の歌、作詞、野坂明雪、作曲、泉拓を制作。現在は、放送開始、終了時や、ステーションブレイク等で放送されている。歌詞の一部は、周波数変更や、自動車の普及といった、時代の流れに合わせて変更されている。また、1 3 1 0ヘルツに変更時は、小さな一言、作詞、伊藤明、 作曲、小林亜生も制作された。日本放送及び文化放送をキー局とする NRN に加盟し、大阪地区の NRN マスターはアブックに設置されている。ただし、NRN には他の在阪局、朝日放送ラジオ MBS ラジオも加盟しているため、一部の NRN ネット番組はこの両局から放送されている。一方、 JRN には加盟していないが、一部番組を TBS ラジオ発でネット受けしたもの、アブック発で TBS ラジオにネットした番組もある。後日。長らく交通情報を交通ニュースと称していた。2004年、長年追い続けてきた大阪近鉄バファローズが消滅。翌年オリックスバファローズナイターを編成するものの、金曜のみの放送で、 従来の近鉄ナイター中継ほど、聴取率も上らなかった。2005年度からナイター中継の時間帯に、生ワイド、万歳歌謡曲それ。ガスターと、2006年、AAM ラジオ放送では、ナイター中継が浸透している中で、業界初となる、ナイター中継の全面廃止を決断した。アブックの番組改編が柔軟となり、7月改編も実施している。 2005年9月1日には、アブックラジオ関西、和歌山放送の近畿地方の AM ラジオ局3局の間で地震等の大規模災害時の相互援助協定を締結。後に、KBS 京都も参加。アブックを物語る逸話として、長年勤務する社員の一人が、東京のラジオマンに語った他局、ABC ラジオ、MBS ラジオがデパートなら、うちは、町の商店街、 いや、市上やな。という言葉があり、他局との差別化を図っているのも、このツボネの特色の一つでもある。2005年11月には、近畿地方の民間放送 AM ラジオ局では、初めてとなる、ツボネのマスコットキャクター、変えたいを誕生させ、放送、事業の様々な面で、変えたいを起用し、ファン層の拡大を図った。さらに、かつての人気番組、トールコーラン、 宮古町長の悩みの相談室を現代風に暗示した佐伯木地図のお話ししましょう。佐伯木地図、無車る7のコンビでスタートした。2009年以降はライバル局 ABCMBS の元アナウンサーを起用した番組も放送されており、開局50年を超えてもなお様々な放送活動を展開している。2018年7月1日に 開局60周年を迎えるのを機に2017年4月より新キャッチコピー真っ赤に燃えろ情熱ラジオが採用されている2010年3月15日から他の在販ラジオ5局と共同でインターネットでのサイマル放送ラジコを試験的に開始したただしこのサービスは地方局に配慮してサービス開始からしばらくの間配信エリアを 大阪、京都、兵庫、奈良の2府2県に制限されていたが、同年12月1日からは、市が和歌山にも拡大し、2府4県で聴取できるようになった。なお、r a d i k o j p プレミアム、本来の放送、ラジコ配信がエリアからも番組を聴取できる有料サービスには、運用開始、2014年4月1日の当初から参加。 同日12時から生放送のレギュラー番組、本間マモン。原田敏晴ですが、radiko.jp プレミアムによる最初の同時配信番組になった。AM 放送のサービスエリア内における難聴、災害対策を目的に、総務省へ FM 保管放送、ワイド FM の免許を申請した結果、 朝日放送ラジオ MBS ラジオと共に2015年7月27日付で予備免許を交わされた。予備免許の交付後は試験電波の発射を経て2016年2月29日付で朝日放送ラジオ MBS ラジオと共に FM 補完中継局本免許を交付。3月19日土曜日の12時に編成する本間門のワイド FM をはっきり愛してアブック。 朝日放送ラジオ MBS ラジオの共同制作、同時性放送による特別番組から従来の AM 放送と並行しながら、関西地区のラジオ局では初めて、イコマ FM 補完中継局からの本放送を開始した。ワイド FM の周波数は 91.9MHz で、大阪府のほぼ全域と兵庫県、京都府、和歌山県、 奈良県の一部をサービスエリアに設定。アブックでは本放送の開始を前にこの周波数からの語呂合わせで2016年春 FM クイックスタートというキャンペーンを展開している。また本放送開始の時点で局内最年少の現役アナウンサーである藤川清がアブック代表のワイド FM 大使として朝日放送ラジオ MBS ラジオの番組や PR イベントにも登場している。平日、週末は、産経新聞ニュースを放送。日本気象協会のキャスターが出演する、アメダス天気予報と、ニュースキャスターが担当する、天気予報を放送。平日から3時15分、4時15分、7時20分、8時、8時30分、10時、11時、13時、14時、16時、16時30分。 17時25分、18時10分、毎時00分は、ニュース、天気予報の後に放送するので5分程度遅れる。BR 土曜から9時、9時42分、12時、14時、BR 日曜から7時、アブック、ドラマティック競馬内。ソングトレイン1314、アブックミュージックアベニューは、パーソナリティ不在で、レコード音楽を流すフィラー番組。 背景が、ピンクの番組は1314ボルトステーションのエリアの番組。BR は文化放送、は日本放送をキーステーションとする番組。ラジオ大阪ドラマティックナイター、NRN 野球ネットについても参照のこと。1314ボルトステーションを参照のこと。このような例は、以前からあり、ザ・バラエティオ・スぎとピーコのスキャンダルナイト、ザ・ ヒットパレード毎日がベスト10なうベスト 3A6 スケの誰かとどこかでなどがアブックから放送されていた。また、かつてはラジオ日本製作のジャイアンツ情報が放送されていた時期もある。産業経済新聞社の子会社で富士山系グループに属しており目玉マークを使用している。コーポレートメッセージはハッピーエイジングステーションラジオ大阪。 ラジオ大阪のインターネットドメインは obc1314.co.jp となっている。これはオービックビジネスコンサルタントが obc.co.jp を使用しているためである。ドメインに周波数を入れる手法はライバルの朝日放送ラジオ abc1008.com や mbs ラジオ mbs1179.com でも用いられている。 ポー音、ラタン音、KBS 京都とラジオ日経でも使用、ラジコでも、地方音が放送されている。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。近畿広域圏を放送対象地域としている。近畿広域圏以外では、東は愛知県と橋市から、西は広島県呉市や大分県別府市までの地域で聴取、可能である。 さらに北海道札幌市の一部地域でも昼間に受診を確認している。詳細は公式サイト、放送エリアを参照。夜間は渾身を受けやすく、大阪府内でも渾身が確認されている。夜間と早朝の産経新聞ニュースについては、上記のアナウンサーではなく、MC 企画から派遣された人が担当することが多い。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。